はい、こんにちは、かおです。今日は先日のデイキャンプの続きで、まあこの椎茸焼いたりお肉焼いたりしたんですけど、ここでアクアパッツァを作ります。アクアパッツァは私じゃなくて夫の担当で作っていきます。いろいろ突っ込みどころはあると思うんですけど、お手柔らかにお願いします。まずタラの切り身2切れを買ってきたので、それに両面塩で下味をつけます。でひっくり返して皮の方にも塩をつけます。でそしたら皮面から焼いていくみたいです。これもニトリの鉄の卵焼き器なんですけど、結構油がなじまなくてすごくくっついて使いづらくて引退させたんですけど、キャンプにはなんか見た目がいいから持ってきてみました。で皮面が焼けたらひっくり返します。やっぱりこのフライパンが全然育ってないというか、油が馴染んでないので皮は全部こびりつきました。まあでも外で食べるご飯は美味しいので気にせず作っていきます。とりあえず頑張ってひっくり返します。でひっくり返したらアサリを入れます。これはまあ一つかびぐらい適当に砂抜きをしたものを入れました。で白ワインを、まあ、100ml ぐらい入れます。適当です。でこうグツグツさせて、でもアサリが開いたら一回取り出しておきます。で生ニンニクのチューブを、まあ、5センチぐらい絞り入れます。で全体に広がるように軽く混ぜておきます。で次にこの切った半分に切ったプチトマトを、まあ、5、6個分ぐらい入れてグツグツさせます。でこういう感じで全体的にグツグツしたらアサリを戻します。でこのパセリを振りかけたら出来上がりです。フライパン一つで簡単にできたんですけど、まあ、アサリの出汁も出ていて、トマトの酸味とかニンニクの香りもあって白ワインにぴったりでとっても美味しかったです。今回ちょっとフライパンが悪かったので、次回はちゃんとしたフライパンで作ってみたいと思います。では今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。また他の動画もぜひ見てください。さよなら。臭い臭いも焼きました。うちは小学生の時から臭いを食べてたので、あんまり臭いに抵抗がないんですけど、焼いてる時は臭かったです。